イリューナ・ロタールは、ウクライナ出身の歌手。本名は、ソフィー・ア・ムイハー・イリューナ・ロタール・イエウド・クイーメンコで、愛称はソーニャがよく用いられる。ウクライナ・ソビエト社会主義共和国北ブコビナの、チェルニウチー州のボセルイツヤ地区のマルシンツに生まれた。ブコビナは、歴史的に、ルーマニア・モルドバとも、関係の深い地域で、ソーニャの一家もモルドバ系であった。父は、ミハイル。 ヒョードロビチ、母はアレクサンドライバーノブナであった。マルシンツは歌の村として知られていたが、両親はその村でも指折りの美声の持ち主であったという。父ミハイルは村で最初に共産党へ入党した人物で、大祖国戦争に際しては常に前線に立ち、ベルリン陥落まで従軍した。我が家へ戻ったのは1946年になってからのことで、 その後も長らくその恐ろしい年月を忘れることができず、彼の頭には戦闘の恐怖がひらめき、戦死した友人たちの顔が浮かんだ。一家は、ソーニャの他に二人の兄弟と三人の姉妹からなる五人の子供がいた。姉のジナイーダは、子供時代に患った、病気のため視力を完全に失っていた。しかし、その代わりジーナは、優れた音感と新しい歌を容易に記憶してしまう。 力を持っており、幼いソーニャに数多くの民謡を教え込んだ。それは若い第二の母とも言うべきもので、ソーニャにとって姉は愛すべき教師となった。少女時代、ソーニャは市場での商売が嫌いで地獄の仕事だと思っていた。その代わり、母との農場での作業を好んだ。こうした生活の中、彼女の性格は形作られていった。 初等学校の第一年目から、ソーニャは人前に出て歌うことを始めた。そして、初等学校を通じて、教会の合唱団に所属した。青年時代には、ソーニャは劇場へ通い、演劇サークルに入るとともに、民謡のアマチュア歌手としての活動も開始した。ソーニャは、スポーツにも堪能で、集大会において100メートルと800メートル競争で、優勝を手にしたこともあった。 ソーニャが地区アマチュア芸術家コンクールで優勝したのは1962年のことであった。彼女の歌声に魅了された同郷の人々は彼女のことをウコビナのサヨメイチョウと呼んだ。1963年にはチェルニウツイ州のアマチュア芸術家コンクールで優勝を飾った。そして州代表として共和国コンクールへ参加するためソーニャは首都キエフへ向かった。 1964年、ソーニャは17歳にして、共和国人民芸能フェスティバルで優勝を手にした。彼女の写真は、雑誌、ウクライナ1965年、第27号の表紙を飾った。そして、ソ連人民芸術家のドムイトローフナチュークは、同郷人に、彼女はあなた方の名手となるだろうと語った。共和国フェスティバルでの優勝を契機に、ソーニャは、 歌手となることを決意した。その年に学校を卒業したソーニャは、チェルニューツイ音楽学院に入学した。しかし、彼女はすぐに大きな後悔を味わった。地元の音楽学院には、声楽科がなかったのである。ソーニャは仕方なく指揮、合唱家に入学した。在学中に、ソーニャは初めて、モスクワのクレムリン宮殿で舞台に立った。また、この時代にソニは、 後の夫アナトーリー・エブドキーメンコと知り合った。アナトーリーは、ソーニャの同郷人で、チェルニウツィ大学に学び、ニージュニータ・ギールで職に就いていた。彼は、子供時代に、音楽学校に通い、大学時代には、学生演劇のオーケストラのトランペット奏者で、自分の楽団を持つことを夢見ていた。そして、彼は、ウクライナ市の表紙を飾った美しい少女に一目惚れを、した。 トウリクとの出会いにより、それまで考えもしなかったことであったが、ソーニャは歌手として演劇楽団に参加することになった。オーケストラの楽器に何があるのかすら知らなかったソーニャが早く楽団になじめるように、リーダーのトウリクははじめは彼女に、なじみの深いウクライナやモルドバのメロディーを選んで演奏するようにした。その後、徐々にそれ以外の曲も取り入れていった結果、 大学を卒業する頃にはソーニャは一流の舞台俳優に成長することができた。1968年に音楽学院を卒業するとソーニャは自分と同盟のブルガリアの首都ソフィアで行われた第9回全世界青年学生フェスティバルに参加した。そして民謡部門で金メダルと最高賞を獲得した。またその日はくしくも彼女の誕生日であった。 その年の9月22日、ソーニャは生まれ故郷のマルシンツでアナトーリー・エブドキーメンコと結婚した。ハネムーンでは東陸の勤務地であったノボシビルスクに赴いた。彼はそこで大学に通いながらレーニン記念工場の従業員として働いていた。若い夫婦は第105軍事工場寄宿舎に住まった。ソーニャはすべての家事をこなし、夕べにはクラブ、 急速で歌った。そして、3ヶ月を過ごした後両親のもとへ去った。結婚1年もすると、ソーニャは子供が欲しくなった。しかし、夫婦には生活費の余裕もなく、また、夫り陸は子供より自分の学業を続けることを望んだ。方策を考えたソーニャは、夫に子供ができたと嘘をついた。そうこうするうち、やがてそれは現実となった。 1970年8月24日、ソーニャは故郷で最初の子供を産んだ。父親の生き写しのようなその子はルスラーンと名付けられた。夫は自分の楽団を連れて故郷へ赴いた。そして街中が音楽を奏でて祝福した。仕事の面でもこの時期ソフィーヤは一つの躍進を遂げた。第九回全世界青年学生フェスティバルでの優勝により彼女は ウクライナテレビ映画スタジオのミュージカル映画、チェルボーナル歌の主役に大抜擢された。監督は、ロマーン、アレクセーヴィチ、歌は、ボロドイームイル・イバス・ユーク、脚本は、イバス・ユークとバシーリー・ジンケービチ、ナザーリー・ヤレムチュークラであった。映画は1970年に、イバス・ユークによって、エレーナ・クズネツオーバのために書かれた同名の歌を元に、しており、 ムスリムのセルビア人の少女とドネツ地方の青年との間に生じた優しい純愛を描く物語であった。イバスユークとソーニャとの出会いは実に運命的なものとなり、イバスユークの深い精神は若いソーニャに大きな影響を与えた。一方のイバスユークもソーニャと出会って以来常に彼女とその抜きんでた歌声を意識して歌を書くようになった。 二人の活動はそれまで目殺されてきたブコビナやウクライナの文化に輝かしい貢献を残した。そして、イバスユークの歌はソーニャに舞台スターへ羽ばたく翼を与えた。ウクライナ語の歌、チェルボーナル歌はソーニャにとってのみならず詩人で作曲家のイバスユークにとっても最初のヒット曲の一つとなった。そして、当時、ロシア語以外で書かれた歌がソ連内で ヒットとなることは他に例を見ないことであった。イバスユークは、ブコビナの感動的な、美しさに共感し、無垢な愛とすべての壁を越える信頼や幸福をそれに、重ねてこの歌を書いた。チェルボーナル歌とは、ウクライナ語で、赤いヘンルーダのことを意味する。カルパト地方の言い伝えによると、この花はただイバーナクパーラの夜にだけ咲き、これを見た乙女は幸せな愛に恵まれるという。 映画は1971年に公開され、大きな成功を収めた。この成功によりソーニャは、チェルニウツイ楽団に呼ばれ、その名も、チェルボーナルータという自分の楽団を立ち上げた。ソーニャは、自分自身の、チェルボーナルータを見つけたのである。楽団長には、夫のアナトーリー・エブドキーメンコが就任した。この時、彼は妻への愛から、自身の学業を捨てたのである。 翌1972年、ソーニャは、ビバスユークが1970年に書いた歌、噴水で、テレビコンクール、もしもし、天才を探しているんです。で優勝を飾った。また、リビューで開催された、国内フェスティバル、ペースニャ73に参加して、噴水を歌い、優勝した。このフェスティバルにはこれ以降も、幾度か参加しており、噴水で優勝を収めている。その後、 ソーニャは劇団を連れて1972年にはポーランドへ、1973年にはブルガリアのブルガスへ赴いた。1974年には当時の西ドイツの歌手、ミヒャエル・ハンゼンとデュエットを組んだ。また、この年にはキシナウ芸術大学を卒業した。また、ポーランドのソポトで行われた音楽フェスティバルに参加し、リバスユークの歌などを披露した。 1975年の8月から9月にかけて、ソーニャは、ブコビナテルノーピリ州のロズトクイ村で撮影された、いつも歌がそばにいるに出演、イバスユークの歌を6曲歌った。1976年、キリスト教の祝日であるクリスマスを祝ったことから、ソーニャの一家は、迫害を受け、長年暮らしたチェルニウチーから、クリミア半島南部のヤルタへの引っ越しを余儀なくされた。これと同時に、 チェルニウツィ楽団を退団し、クリミア楽団に移った。1979年4月24日、長年ソーを支えてきたイバスユークはこの日を最後に二度と我が家へ帰らなかった。5月18日、彼の遺体がリビウ近郊の森林で偶然発見された。5月22日には彼の葬式が営まれた。今日では、 イバス・ユークがソ連当局によって暗殺されたことは明らかであると考えられている。彼の芸術活動は反体制的であったとされ、以降10年にわたってその奇跡は闇に葬られた。しかし、幸いにもソーニャは当局の弾圧を逃れた。イバス・ユークが非合の死を遂げた後、ソーニャのレパートリーには、テオドロービチ兄弟をはじめとするモレドバ出身の 作曲家による曲目が加えられた。しかし、これは後に、ソフィーやロタールは、モルドバの歌手であるかウクライナの歌手であるかという議論の生じる要因となった。実際には、彼女がロシア語を含め言語に肯定せずに歌っている、ことから、彼女自身のアイデンティティは、ソ連人であり、モルドバ人か、ウクライナ人かという民族主義の問題にはあまり、興味を持っていないものと推測されている。 1988年、ソーニャは舞台歌手の部門でソ連人民芸術家の名誉称号を授与された。これ自体は彼女のそれまでの業績を考慮すれば全く公正なものであると言えた。しかし、これは同時に彼女のロシア語の歌のレパートリーがウクライナを席巻する可能性を引き起こす目的へと変換されたのであった。ウクライナの愛国者はそれまで自分たちの祖国を 代表する歌手だと思ってきたソフィーヤが体制側に傾いたとみなし祖国への裏切りであると評した。批判はソ連が取った彼女に対する国家的なプロデュース体制により加速されさらに経済改革を行っている最中にもかかわらず国家が彼女のコンサート活動への援助を行うことにしたことによりさらに刺激された。ソ連社会の煮詰まってきた1980年代 後期、ウクライナではそれまで抑圧されてきたウクライナ文化の見直しが活発化していた。そうした中、社会的に抹殺されたイワスユークの掘り起こしも行われるようになった。死後10年となる1989年、彼の功績を記念する音楽フェスティバル、チェルボーナルーターが開催された。ソーニャもこれに参加することを望んだが、折しも巻き起こっていた批判が大規模な扇動に、 発展することを避けるため、彼女はこれを断念せざるを得なかった。しかし、1991年、ソーニャは、チェルボーナル歌を含め、ウクライナ語で歌われるイバスユークの歌のリミックスを多数発表した。これ以降、それまであった批判はなりを潜めた。ソ連の崩壊後、音楽界における商業主義の台頭により、ソフィー・ヤロタールは、市場での主導的立場を失った。 その一方で固定した長州層を持つようになった。その中にはヨーロッパやアメリカ合衆国などに住む亡命ロシア人も含まれている。一方、地元であるウクライナでは若い世代を含めより幅広い層から支持を受けている。ソフィーヤの家族では彼女以外にも姉妹のアウリイカがソリストとしてプロレベルにまで達した。そして1980年代にはイタリアで プロ活動を始めたが成功せず、1992年をもってプロへの夢を断念した。世紀の変わり目に前後して、ソーニャは父母、そして長年連れ添った夫、アナトーリーを失った。夫は私生活面のみならず、プロデューサーとして彼女を支えてきた。その後しばらく、ソーニャは巡業活動を停止した。新しい段階を迎えたのは2003年で、 ソーニャは、モスクワのロシアコンサートホールにその姿を表した。そして、それ以降次々と新曲を発表していった。ルスラーン・クビー・インタ作曲の、一つのカリーナ、オレエクカ・カレービチ作曲の、白いダンス、コンスタンチーン・メラーゼの、私は彼を愛していたや、世界で一人の人などを歌い、またビターリー・クローフスキー作詞の歌もいくつも、歌っている。2006年には、 ウクライナ議会の選挙に積極的に参加し、ボロドイームイルルイトビーン率いるルイトビーン国民ブロックから国会議員選挙に立候補した。国内の各都市を回る政治的な宣伝のための大規模な事前ツアーを行ったものの、党は発言権を得るために必要な票を集めることができず、議席を獲得することができなかった。ソ連時代、 ソフィーやロタールは、ロシアのアーラップガチョーバと人気を2分する大歌手となった。ウクライナの独立後も引き続き大きな評価を得ている。ソフィーやは、これまでに400以上の歌を世に送り出した。そして、チェルボーナル歌、歌は、私たちの間にある、噴水、応答をはじめ、その中の多くが、ウクライナ演劇の代表歌となった。また、長年の活動の間に、 アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの多くの国を巡業しており、海外で発売されたレコードも少なくない。現在、ソフィーやロタールは活発に巡業活動を行っており、各芸能人の集まるコンサートやテレビ番組にも参加している。また、相変わらずの美声やスタイルの良さも評判である。ソフィーやロタールは今もってウクライナやロシアの音楽界において、 重鎮というべき地位を維持している。現在も、故郷、チェルニウツィーには帰らず、気候の良いアルタの憎いた居住区に今日構えている。主な出演舞台、主な出演映画、テレビドラマ国内外で発売された、主な音楽ディスク、主なレコード、主な CD 代表曲。ありがとうございます。